俺らが怪我してる間にオーディションの中でバッチクソ暴れてたらしい。なんだよ、なんや、僕は昔からこの無事だ。寝てんだよ、すげえ。だったらプロカットになっとるやんか。まあ、レジェンドクラスですね。俺と同じ年ぐらいのやつら連れてちょっとブレイキングダウンに乗り込みできました。じゃあ、まあ、僕らは知ってますけど自己紹介していってもらえますか。三河幕府の高江家白毛寺です。あんま喋るのちょっと苦手なんですけど、思いっきり殴り合える人いればやりたいと思ってんで、誰かいたらよろしく。まあ俺はさ、テル君ほど礼儀正しくいけるわけじゃないけど、うん、なんか 俺らが怪我してる間にオーディションの中でバチクソ暴れてたらしいやん。うん、そのポジションな、あの俺らのポジションやね。バチバチ殴るらしい。どんなポジションや、うん、これ暴れ殴るポジションじゃ。これなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なんやこれ、昔からこのポジションだ、この野郎。暴れろよ、ヒロさん、ヒロさん、来いよ、じゃあ暴れてみろよ、来いよ。あ、出ちゃっていいの。お、来いよ。ちょっと待てって、ちょっと俺やらせて、早く離せやね。怪我しないような何がレジェンドじゃこれ。お前ほんまにレジェンドやったろ。なあお前レジェンドやったろ。レジェンドやつら今さらプロ格闘になっとるやんけ。これ頭まってんだこの野郎おめえな。あ、やんのか、やろうか、ほんだからやんのかや。いいよ、まわりどけどけ、なんてやるよこの野郎。ただマジに狙え、おっと待ってきたね。えマジに狙え、頭つきちゃったよ、こっちは。三河兄弟 VS 暗号チャンネルのジョリアンのテル、間違いなくこれは面白い対戦になると思うから、しっかり練習やって完璧な状態で俺に挑んできてください。じゃないと恥かくんすよ。てめえジョリー、この野郎誰に喧嘩売ってっか分かってんだろうな。本番覚悟しとけよてめえ。リングでも場外でもバチバチしてっから。次の方どうぞ。現役のおじいちゃんファイターミスターフルジーヤン、ヒロミカワと申します。今回はね、地下格レジェンドとして誰だか知らねえけどぶち回しに来たからよ。楽しみにしてくれ、やろうよ。お前じゃねえけどな。ヒロさん。はい、僕です。誰？僕、テル。お、テル君。うそだろ。ええ、ちょっと待って、マジでテル君。おお、テル君。なんだよ。自分も、まあ、あのここでヒロさんにおいこらタコこら言うつもりもなくて。いや、オッケーオッケーオッケー、分かってるよ。まあ自分はブレイキングダウンちょっと怪我して、うんうんうん、まあ1年ぶりの復活で、うん、なんかまあ格闘家みたいなやつ増えたんですけど、うん、僕はヒロさんみたいなスタイルで、まあ、ブレイキングダウンもやっていこうと思ってて、うん、でこのレジェンドの人だとやっていいかな、うん、まあ自分らもなんかメンツ立たんで、うん、でやらしてもろたら、まあ自分の地元が大盛り上がりっす。まあ、そんな感じで、あの、うん、僕ヒロさんだったら、まあ、おいこらタコこらなしのバチバチの殴り合いでカードだけで盛り上げれる思ってるんで、うんうん、お願いします。ええやんけ。お願いします。だからイケイケのテルやんけ。だから親父とか言わんとってください。自分の地元の友達も悲しむんで。分かったよ。イケイケのヒロさんで来てください。俺は俺や。よし、見とけよ。よし、楽しみにします。俺の顔面見りゃ分かんだろこらな。楽しみにします。よっしゃ、ありがとうございます。
やろうや。いやマジで自分見てたんでワクワクしかないんすよ。おお、自分ら10代の時、おお、もうレジェンド、マジのレジェンドやったんで、うんうん、こんなできる機会ないと思ってるんで、はい、頼みます。嬉しいわ。よし、ありがとうよ。よっしゃ。いえ監督、監督決まったぜ。サップ監督。はい、やっと帰ってくれました。こんななんかね、相手に相手も不足なしっていうんですかね、もうなんか楽しみでしゃあないっす。ブレイキングダウンの試合見てたんですけど、僕欠場中。ぬるい試合が多いっすね。ブレイキングダウンのコンセプト、はい、何かみんなよう考えておいてください。挑戦させてもらうっていうのもなんかおかしいっすけど、まあ僕の拳は重たいっすよ。ほんま気ぃつけとってくださいね。1年間のうずうずがヒロさんにね、ぶつけてしまうことになって、まあ申し訳ないっていうか、かわいそうというか、はい、まあよう僕の挑戦受けてくれたなって感じですね。しっかり受け止めてください。見せてやるというな思いますね。はい、テール君、俺はよ、あんたが好きだわ。だからその熱くて強い気持ち俺も持ってるからよ、それをお互いバチバチにぶつけてみんなを盛り上げてやろうぜ。なあ、よろしくな、テル君、頼むぜ。ブー、はい。